ケット。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターウォースポケット始めていきたいと思います。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？プレゼントが届いています。イベント開催中です。イベント開催中です。イベント開催中です。特製の馬体重です。いい感じですね。あれ、やりました。ありがとうございます。いいんじゃない。今日か。あ、中吉だ。クエストを達成しました。イベント開催中です。気合十分ですね。人参調子を回復させないといけません。これか。嬉しそうですね。イベント開催中です。今度は素晴らしいです。瞬発力ですね。嬉しそうですね。今11月を1週ですか。あと何週だろう。クエストを達成しました。有馬記念出たいんで、残り32周か。期待が持てます。人参ですね。いい感じですね。エリザベス出しますか。スノーフェアリー。さあ、安城竹豊で。何か用ですか。これで行ってみましょう。ここ最近勝利から見放されてるみたいなんで、今週はレースがあります。レースこの先か。どうしよう。勝負根性。素晴らしいです。特製の馬体重。何か用ですか。さあ、これでレースへ。じゃじゃまはグルーミーナップアップですね。スターホースポケット。スターホースポケット。おっと、データ壊れた。
番人気です。一番、お、助かった。危なかった。ダントツですね。まあなんせ勝ち目に今遅いんで、しっかりここで、勝っていきたいと思います。スローフェアリーやパパネ、ホイールキャプチャーあたりも人気だったっけな。2200あたりはちょうどいいでしょう。さあ、世代を超えた女王の座を目指してエリザベス女王杯のスタートです。ゲートが開いて飛び出した。12頭であります。ちょっと出遅れたんでしょうか。7番ホエールキャプチャー、それから12番エインコート、果たして先頭に行くのは。6番ダイシングレインが先手を取ります。ちょっと離されまして、11番アデンキラ、1番パパネ、まもなく第1コーナー、それからレインボーダリア、そして5番手に12番エインコートであります。それからイギリスの雪嵐、スノーフェアリーであります。ブロードストリート、ホエールキャプチャーが並んでいます。さあ、今後ろから何頭目だろう。後ろから2頭目ですね。カーブを取ります。これが一番人気のパパノタルコライス、竹豊騎手、この手応えはどうか。海のイバージングがその後ろ、内を通ってレーブリソール流れるようにレースが展開されています。これが先頭、6番ダンシングレインであります。12頭が第3コーナーに向かいます。この辺りちょっと離れている11番アベンチャー、いい切れ足を発揮してほしい。くらいあって1番アパパネ、レインボーダリア、12番黒い馬体、エインコートであります。そしてその後ろから8番スノーフェアリー、ホエールキャプチャー、内から1頭5番さあ残り 600m になった。10番イタリアンレッド、肩のトルコライフはこの辺り、その外10番君の今縦長の展開ですね。断トツに最終コーナーを回ってぐーんと広がった。パパノタルコライス直線伸びてくるのかどうか。一番内ダンシングレインの足が止まってないように見えるが、ものすごい足、2番手にアベンチュラ、ダンシングレインが抜け出した。アベンチュラ懸命に追った。さあ来た、外から。このままで行くと大波乱になるぞ。届くのか。追い詰めた、追い詰めた、来ました。中足がまるで疾風のごとき走りです。がいやいや切れ味がちょっとないような気もしするような、もしかしたら勝負根性の調教やると瞬発力落ちちゃうということはないよな。さあフォーコバーズと言ってますが、有馬記念ですね。次はもっと鍛えて上を目指しましょう。クエストを達成しました。イベント開催中です。あ、キュウリというよりメロンが登場しましたね。とりあえず放牧ですね。でこれで次は有馬記念にチャレンジさせたいと思います。イベント開催中です。本当は3周調教させたいが、何か用ですか。一応リラックスしてはいますね。これで、メダルを数も7000枚を突破いたしました。イベント開催中です。何か用ですか。ということで、有馬へもう登録を行います。ジョッキーは海老名でいいでしょう。はい、では次回、有馬記念走らせたいと思います。ぜひ、勝てるように祈ってください。オルフェーブルが出てまいります。
ある程度今回前に行かないといけないですよね。果たしてどうなるか、次回イベント開催中です。ご期待ください。はい、ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。またですね、チャンネル登録高評価お願いいたします。非常にこの動画のチャンネルですね、発展させていただくために、発展するために非常に力になりますので、ご協力よろしくお願いします。レース展開に合わせて、はい、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されますので、よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。